RTE 国立交響楽団はアイルランド放送協会に所属し、アイルランドの首都ダブリンを本拠地とするオーケストラである。アイルランド国立交響楽団の名称も多く使われている。1948年にダブリンの国立放送所属の弦楽器奏者や軍楽学校の吹奏楽団によって構成されていたダブリンフィルハーモニー協会を発展させる形で創設された。 中立国だったために、第二次世界大戦の大規模な戦火から逃れたアイルランドには、経済的に疲弊していたヨーロッパ各国から音楽家が集まっていたことから、楽団員の獲得は容易だったようである。こうして設立されたアイルランド放送公共楽団は、しばらくの間常任の指揮者を置かず、ジャン・マルティノニア、ハンス・シミット・エッセルシテットら著名な指揮者を客演に招いていたが、 1953年からは、ミラン・ホルバートが、首席指揮者に就任し、1961年までの任期を務めた。同時期、放送局のテレビ放送開始をきっかけに、RTE 公共学団に解消。その後は、ティボール、パウル、アルベルト・ローゼンが長きにわたって、首席指揮者を務めた。1981年、ダブリンに、現在の本拠地である、 国立コンサートホールが完成。1989年には、楽団の規模を拡大させた上、国立を冠した現在名となった。この時期の主席指揮者には、ブライデン、トムソン、ヤーノシュ・フィルスト、ジョージ・ハーストラがいる。2000年以降は、ゲルハルト・マルクソンが8年間の任期を務めた後、2010年からカザフスタン出身の若手指揮者、アラン・ブリバイフが、 主席指揮者に就任している。また、2012年には、アイルランド共和国大統領マイケル D ・ヒギンズが、オーケストラ唯一の講演者となることを発表した。音源は廉価版レーベルのナクソスのほか、RTE リリック FM から、自国作曲家の作品集が多数発売されている。ありがとうございます。